はい家電アドバイザーの大岩俊之と申します今回ご紹介する用語はですねツイン冷却システムというものですで冷蔵庫だかられ冷却するんだろうみたいなツインは何だという話なんですがあの冷蔵庫って冷蔵庫の普通の冷やすところと冷凍冷やすところあるじゃないですかここ冷やしてるこの温度が違いますよね。なおかつ人にによってはもう今は今逆に この冷凍食品というのがよく使われますので冷凍庫のがよく使う例えば夏なんかはアイスをいっぱい入れるで冷蔵庫はあまり入れないとかこれ人によって違ったり季節によって違ったりするわけなんですよ。そんな時に便利なのが冷蔵庫専用冷凍庫専用の冷却システムが分かれていると便利なんですよ。これ1個しかないと どっちに行くんだっていうが2個あるのでじゃあ今回は冷蔵庫冷凍庫の方をパワー使おうあ今回は冷蔵庫使おうというふうに別々に冷却機を設けている冷蔵庫のことをツイン冷却システムというふうに呼んでいます。